I appreciate 高梨いつきです。この動画では25年間造形絵画教室を主催する中で生徒さんや保護者様に送っていただいた46のグッドプレゼントについて一つずつ説明をしています。家族や友達がそれぞれの縄張りを犯さない、攻撃しない意識を教える。1エピソード。例えば親しい間柄でも距離感を大切にして他人のプライバシーに踏み入らないことが大切であることを教えていらっしゃいました。2、なぜグッドプレゼントなのか。子育ては誰もがみんな同じ感覚を共有することが大切なのではなく、それぞれのこだわりやテリトリーを大切にし認め合うことなのだと気づかせてくれたからです。3、どんな風に変わったのか。子どものプライバシーを尊重して管理するのをやめ信頼することにしました。愛のある子育てと人間育てを教えてくださった皆様には感謝してもしきれないですね。愛のある人間に育てるとはどういうことなのか。バッドプレゼントばかり子供に送っていた私が変わるきっかけとなった生徒さんと保護者様から送られたグッドプレゼントについて書き動画でシェアしました。参考になれば幸いです。 I appreciate 高梨いつきでした。じゃあまたね。バイバイ。